リオカートファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ワナダイです。今回はスーパーファミコン版マリオカートをプレイしたいと思います。メリークリスマス。あなたのお家にはサンタクロースは来ましたか。それともトニクロースが来たんでしょうか。僕の家にはサンタどころか何の連絡も届きません。ただ例外として赤髪令嬢が届きまして、これから新兵として訓練を。で、おい、そんなわけあるかよ。ないよ、うん、マリオカート、マリカーですね。まあいにく僕が乃木坂のファンになったのは彼女が卒業した後だったので詳しくは知りません。うん、それはマリオカートじゃなくて伊藤マリカだね。それではプレイしてまいりましょう。どうなるんでしょうか。マリオカートプレイしていきます。なるべく実況者の方々みたいな喋り方にはならないように、落ち着いて喋ろうと思っていますが、まあキノコカップあたりでいいんじゃないですかね、僕は。さあ、ちょっと画面の表示設定間違えてます。画面、どうする。どうする。全画面、あれ全画面ならないよこれ。あれ、うん、あ、こうか。あ、やばい、すっげえ、もう一周遅れでスタートこれ。ちょっとなんだこれ、初心、もうほんと初心者のミスじゃんこれ。もう一周差つけられてこれ。しかもディレイもあるしね、これね。いきなり、ね、まずいスタートになった。これから、まあ冷静に考えて何位まで順位を上げれるのかな。雷とかね、出てくれれば助かるんですけど、雷というか稲妻雷、どっちのミスね、これ。ちょっと設定をミスって、ちょっと全然速く走ってて。お、来た、やった、来た、ほら来た、ほら来た。やったー、ビギナーズラック、ビギナーズラック、そんなにビギナーとは言えない、この年齢、私、今年37歳となりました。子供部屋、おじさん、罠台でございます。ごわす、喋れてないですね。という間に1位。落ち着いて回れば、このまま行けば勝てる。この相手はかけ、もう滑舌が死んでいる中、今一着でゴールイン。どうなることかなと思いましたけどね。ここは、早くね、飛ばします。ここは飛ばすことで、テンポのあるマリオカートになる。ラウンド2。今ちょっと、今ちょっと地震来たっぽいですね。ちょっと椅子が揺れ、ちょっと地震がリアルのこっちの、僕の世界で、マイスイート子供部屋で、ちょっと今、地震のような、振動が来まして、マリオカートやってる場合なのかと、アホかと、バカかとという感じですね。収まりました。死んで1くらいですかね。まあ、あれかな。なんか YouTube で、ちょっと、よし、またちょっと、振動が来ているので、ちょっと、地震なのかトラックがその近く走ってるのかわかんないですけど、ちょっとね、うん、揺れる思い。古い、発想が古いですね。ザードですね。うん。まあ、その 3.11 のその地震が来た時に、そのネトゲーの FPS やってる人がいて、あの揺れの中でプレイをし続けたって、そういう猛者もいるっていう語ってたら、もう、ファイナルラップ、比較的その今回ディレイが少ない環境でプレイできてるので1位です。1位さやか、よく知らないんだ。でこの早送りの間、無言にならないようにしたいなという、無言でもね、音が出ててもね、見てる人がいなければ一緒なんだよね。うん。こう、宇多田ヒカルの歌詞にね、夢も現実も、目を閉じれば同じという、そういう感じで、実況をしても、誰も見なかったら、無駄な電波だよ。電波というか無駄なその MP3、無駄なアビファイルなんだと。
落ちろ。当たったね。うん、まあ、自動で飛んでくれるから。ほい。ここね、自分のバナナに自分で引っかかるのは嫌なんで、まあ積極的にバナナはどっかこう、ああ出てこなければやられなかったのに。ちょっとまたビリからのスタートになっちまった。まあスタートというかね、まあその間違いは、まあ、改めれば間違いじゃないんだよと、その古の賢者たちは言ってます。論語ですね。まあ、ともあり遠方より来たる、また楽しからずや。ま、私友達はおりません。論語は、途中で読むのをやめました。まあ、おかしいよね。そのマリオカートをしながら論語の話をするってね、おかしいですよ。で、論語読みの論語知らずというか、今まさに親孝行、何の親孝行にもならないこの実況という行為をしながら、まあその聞きかじった論語の話をしてもね、仕方ない、仕方ないって言ったらね、もう自分の人生大半がもう無意味なんでね、もう捨て駒の人生といいますか、もう特に、ね、活躍できる場もないですからね。まあそんなクリスマスでそんな寂しいこと言わなくていいじゃないか、ね、実況ね、目の前ゲームの実況しろよ、うん、さあクソ、当たれ、よし当たった、えい、おあ、うん、うん、熱いだろうな、マグマの中に落ちたらね、溶けますね、まあ、というかマグマの近くにいるだけでもう危険だと思いますけどね。特にそのこのクッパ城ってね、周回遅れになって取り戻すの難しいんですよね、コース的にね。なんかショートカットもね、まあ、よっぽどうまくやらなきゃ今のとこで、まあ、羽で回転して飛べばねできる人もいるけどですね、そういうその技術がある人はもうそもそもね4周目でビリとかならないからやらないと思いますけど、なんかこう、ここも一回しくじったらもう取り返せないっていう、そういう、まあ、同じこと2回言いましたけど、特に、まあ、フラワーカップとかに行くと余計そのここのクッパ城が一番、その、きついかな。まあ、まあ、一番レインボーロードがやっぱ壁がない、壁っていうか、すぐ落ちる、壁がないんで落ちるんですけどね。うん、と言ってる間に、一着でゴール。まあというのもそのマリオカートをね、その今回まあ実況配信してるわけなんですけど、っていうのもなんか配信じゃくさくて嫌ですけど、たまたまねその配信がしたいっていうその目的があって今機材を揃えたっていうか、気づいたら機材がたまたま揃ってたんですよね。そのキャプチャー、とキャプチャーソフト、キャプチャーソフト、キャプチャー USB のキャプチャーと、でそのまあボートロフリークを今使ってますけど、ボートロフリークも単純にそのなんか昔のゲームやりたいなっていうので、まあ、2年前くらいにたまたま買ってて、でそれが、まあ、気づいたらまあなんか OBS ってなんだろうみたいなね、配信見てたらみんな使ってるから OBS 何の略だろうみたいな、おっぱいボイン、S おっぱいボインサディスティックかなみたいな、だとしたらすごい興味ありますからねっていう、そういう横島な思いでですね OBS を開いてみると、あ、今手持ちの機材で配信ができるかもね。当たれ、外した。それで今テストプレイをしてるわけですね。で、まあその目標としてはね、まあ今思ったよりディレイないからアクションゲームいけるなとも思ってるんですけど、まあ、例えば無理をしてちょっと中古のまあ
64。さあここでジャンプで逆転 V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  というわけで、意外とディレイがないんでね、まあレトロゲームならやっていけるかもしれないっていうのが分かりました。というわけで、結果的には今、トータルスコールが45かな、45ということは、まあ、気づけば完璧に1位を取って勝つという、まあ配信としてはちっとも面白くないというそういうエンディングを迎えてます。まあ、今クッパ酒飲んでますね。これ海外だと NG みたいですね。そのピーチが顔真っ赤になるとかね。1位おめでとう。うん。戦いに勝者はいるのかという感じで、それでは、マリオカートファンの皆さん、いかがでしたでしょうか。チャオチャオ。